そこも、うん、だが忍びの技なら、うん、そこもとよ、ぜひ立ち合っ、なぬわな。そこもとの立ち筋、見事なものであった。それがしをかように従前に殺し、お主はな、死なず、あるいは虫付きと呼ぶ者もおるな。死ねぬので、そこもとは、うん、随分と。そこもとよ、それがしを使い、お主の使命、死ねぬ体ゆえ、どうじゃ。承知した。よし、刀を振る。しからば参る。このや、俺、うん、どこ、そこの賽銭箱にも時折何やら流れ着くのよ。また来るがいい。
伊之助か、せがれよ。若様を見なかったかな。なんじゃ、黙ってしもうて。腹でも痛いかの。そなたは昔から腹を下しやすかったな。まあよい、せがれよ。この鈴をそなたに託そう。若様のことを案じ作った守り、この守り鈴を仏様にお供えしておくれ。伊之助、守り鈴はほら、偏屈な物資が仏様なら。まことに息を吹き返したのですね、竜陰の力。この目でしかと見ることになるとは。何者だ。エマと言います。猿お方に仕えるクス氏です。猿お方とは。すみませぬが、主の命にて明かせません。ただあなたを助けよ、そう仰せつかっています。信用しろとは言いますが、私は主の命を果たさねばならぬのです。あなたが持っている薬水の瓢箪、それはもともと私が作り上げたものです。クス氏として助けとなる。この瓢箪、お主が作ったというのか。はい。元は九郎様のた、あなたが譲り受けていたのですね。気づいているかもしれませんが、この瓢箪の薬水はおのずと湧き出します。尽きたとて少し休めばまた満ちるでしょう。
クス氏としての助けとは。ひょうたんの種をお持ちください。種だと。はい、薬水はひょうたんの種より湧き出します。新たな種を加えれば、手に入れたら持ってきてください。わかった。ひょうたんの種とは。はい、種をひょうたんに植え付けます。これで薬水の傘が増すでしょう。妙な薬だ。妙ですか。うん、悪い気はしません。貢献があれば奇妙と思うことでも勇んですべし。それが我が師道元の教えですので。そうか。ひょうたんの種を見つけたならば、またも薬水のかさ増しをしましょう。おや、何やらチリン。ああ、この鈴だろう。仏に備えろと渡された。あなたにゆかりのある鈴でしょうか。ならば武士殿と話してみてはどうですか。仏のことならばあの人が詳しいでしょう。なんだ。お前さ、勘が戻ってきたようじゃな。ちっとは忍びらしく取っておきな。これは忍びの技じゃ。侍には真似できぬ忍びの戦う術が書いてある。まあどうするかは戦う術など忍びだけでもあるまい。手に入れた。任務か。ああ、任務を仕込むことでその牙は形を敵立てならば打ち砕き、素早く仕込んだ任務が増えるだけ敵を殺す術も増えるじゃろう。殺す相手なりの殺し方を持つ。そういうこと。随分と詳しい。いかんな、いつまでも。どれ貸してみろ。お前さんもそうじゃが、この荒れ寺にはおかしな客がまあまあ訪れる。寺を出て右手の広場にもそうした者が一人。妙な気が。